久保さん、みんみなの原稿いいっすね。僕もしっかりと今まだ5000円ぐらいですけどちょっと紹介して5000円になりましたよ、はい、今のところ多分通知遅いのかな2日後に来るの反映されてから2日後か1日後に来ると思うんですけど一応今毎日フラグが立っております、はい、まあこれまあ300人まで紹介できるんで まあ広告予算が終わるまではずっと僕も紹介しようかなと思いますね。うん、でまあそのこの今日か今日お台場が来て側金で稼ぎたいですみたいなね側金で稼ぎたいですと確かにまあコンテンツビジネスはすごくリストマーケティングだったりとかすごいと思うすごいしやるしだけど今は目先の側金が欲しいんですっていう方がいたんですね。 多分ね、みんなの銀行やってないですよね。<laughs> どうまあ、聞いてないんでわかんないですけど。うーん、ここまで側近で現金が入金されるのってあんまなくないですかだってすぐ ATM で引き出せるわけじゃないですかコンビニで。まあ、確かね、無料版上無、無料だと110円ぐらい引き出し手数料かかるのかなで、月額600円だと ATM の引き出し手数料が何回か無料になると思うんですけど。これすぐ引き出せるじゃないですか。 まあ僕1万円ぐらいになったら引き出そうと思うんですけど。はい。これ多分、側近で稼ぎたいのにやってんのかなっていう。あとこの前僕ね、また久保さんクレジットカードやりまして。セルフバックで。あの、三井のね、あ、こあの、明日までなキャンペーンが。あやってなかったなと思って。三井のリボ払いですね。三井のリボ払いの、えー、年会費無料なんですね、これ。で、5200円だったかな。まあ何のリスクもないじゃないですか。年会費無料だし。 で、審査通りまして、それもやったし、なんか目先のお金欲しいんだったら、まあ、あと、まあ僕、ハードオフにね、まあ、その、パソコンのモニター欲しいなと思って、15万ぐらい、13万ぐらいしたかな。じゃ、そのお金作るために全部いらないやつ、ハードオフに売ってきて、金に変えたりとか、この前、ジモティでね、あの、懸垂機売れ、売りましたし、あれもね、 夜の22時ぐらいに出品して、次の日にはもう現金化ですよ。次の日取りに来てくれたんで、22時に出品ですよ。夜22時に出品して、もう落札者が決まって、次の日に落札者が取りに来て、お金を2000円もらえたっていう。すごいないですかこれアフリエートとか絶対無理ですよ。今日報酬が発生して、明日が振り込まれるとか、今日もらえるとかないじゃないですか。 な,ないですよ。どこの ASP も A8 とかもないですよね。そんなね。今日発生したもの、明日もらえるみたいなね。だから、基本的にネットビジネスって、そのま、広告主で、まあ、その ASP とか、YouTube のね、Google アドセンスに関しても、今月の売り上げは月末とかね、次の、えー、つ月、月末では21か2ですよね、20ぐらいに振り込みだと思うんですけど、今月の締めで、次の月の20日とか、だいたいこんな感じなんですよね。 で、ま、ASP によっては3ヶ月後とかね。セルフバックとかも結構遅いですよ。うん、なんからみんなの銀行はめちゃめちゃすぐキャッシュですよね。すぐ、ね、銀行口座に直で入ってくる、ますからね、あれね。すごいですよね。うん、なんか、やることはやってないんじゃないかなと僕は思うんですよね。怖いこと。 うん、だって、多分ね、家にあるいらないものとか全部ハードオフに持ってって、まあ、ハードオフ持ってったら買い取りカウンターに置くだけですからね。だから、この、ま、あの、去年か、ハードディスク僕いらないのを全部整理して、10個ぐらい売ってきたんですけど、まあ、何万円か作れたし、多分、あると思うんですよね、探せば。使わない。まあ、使いそうで使わないやつとか、だから全部断捨離して全部金に換えるみたいな。だそれほどなんか、 ま、結局ね、僕は、その十何万をハードオフだけで作りましたからね。パソコンモニター買う、買う、新しい新品のその買うために、ハードオフで結局十何万作りましたから。全部処分して。いらない。もう、使いそうで使わないやつだってあるんですよ、結構。うん、全部断捨離して。そう。だ結構ね、その、みんななんかそういうことやってないんじゃないかなと思うんですよね。うん、その、身近なことですね。多分この話をすると、 いや、久保さん、そういう話じゃないんですよ、とかね。いや、吉田さん、そういう話じゃないんですよ、と。いや、どういう話みたいな。え、じゃあ、その前に、じゃあ、それを切り替えるために徹底的にそれやったのっていう。多分やってないんですよ。徹底的にはね。うん。だから、なんかね、何なんですかね、これはね。目先の金欲しいんだったら、もう絶対現金化になるやつってあるじゃないですか。ハードオフ持ってったら現金化できるし。 まあジモティで売ってもいいだろうし今あるわけですからねまあメルカリとか出品できるんだったらメルカリに出品すればいいだろうしうんまあ僕はメルカリ出品するのめんどくさかったんであのハードオフに全部持ってってでその場でもう買い取りカウンターに置くだけで何番って呼ばれたら金もらえる終了ねあのメルカリとか配送めんどくさいじゃないですか で、ジモティの場合はこれね、手数料無料で、しかも向こうから取りに来てくれるんですよ。すごないですか <laughs> 手数料無料。で、現金、ニコニコ現金もらい。うん。だからなんか、やることやっちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけどね、やることやったらやってない人が多いかなと思う。でもこの話すると、そうじゃないんですよ、と。な、なんなんですか、と。<laughs> お金欲しいんだったら、目の前のお金拾いまくれ、と。 目の前に落ちてるお金を拾いまくれよとでその手持ちの目の前に見えるお金が拾え全部なくなったら他の方法を探せばいいんだけど手持ちのカードを使ってないというかやれることやってないのに他探してる人が多いかなと思いますねうんまあ久保さんほどみんなの銀行紹介してる人もいないでしょうね <laughs> だ僕久保さんのおかげですもん あの、しつこいなと思ってね。いや、今、商品セールス中だよ、みたいなね <laughs>。分かった、やるやる、みたいなね。そう、でもね、結局、その、ね、紹介コード入れられなくて、僕、1000円。だから、もう、うだからね、逆に、その、久保さんの1000円、もらえるはずの1000円がもらえなかったんで、超悔しいんですよ。うわぁ、これ、だって、講座解説しても0なんですよね。うわ、マジか、これ、久保さんの紹介コード入れてれば1000円で、入れてなかったら0。なやねん、このさ、みたいな。 大文字と小文字の差で1000円か、みたいなね。ふざけんな、と思ってね。今ちょっとやってんですけど <laughs>、ね。取り返したろ、みたいな。いだそうじゃないですか。大文字と小文字間違ってなくて、ちゃんと入れてれば1000円入ってるわけですからね、僕に。ふざけんな、みたいなね、うんうん。まあ自分に激怒ですよね。自分自身に。だからそれで、まあ僕もね、みんなの銀行もやろうって決めましたからね。うん、まあやらないですね。うん まあ、手持ちのカードを使いましょうっていうね奥万長者の久保さんがこう名言を言っていただきましたけどうーん目の前の金目の前に落ちてる金拾えってことですね言ってらっしゃい。